正常ではないということ。卵の産むこともちょっと、ね、平均6個ぐらいなわけです。それが正常だということね。ここに3つ書かれるよって書いてありますけどね。まあ、これのことをね、喋ってるだけなんですよ、動画はね。でも動画の方が分かりやすいと思うで、あと、でもあんまり上手に喋れてないです。まだちょっと慣れてなかった。あ、そうね。で、あと、身体検査で気がついたことはちょっとぽっちゃり。でもそれはもう、これ以上太らなきゃいい。あの、動画にも載せてるんですけど、はい、心臓病がある子でね、あの、人間のデータでね、心臓病がある人で、アメリカで2000年過ぎてからデータ取ったみたいなんですけど、めちゃくちゃ太ってる。ちょっと太ってる。中肉中背。痩せてる。心臓病の人ね、で追跡して誰が一番長いかを調べた、そしたら私の予想は中肉中背だと思ったんですけど、何だと思います？私も中肉中背だと思ったんですけど、ところがね、ちょっとぽっちゃりが一番長生きなんです。あ、そうなんですか。じゃあ2番目はどれだと思いますか？逆に痩せてる人。違います。太ってる人。そう、めちゃくちゃ太ってる。そうなんだ。で3番目が中肉中背、4番目が痩せてる。だからこれ全然僕普通に考えてる私たちでも専門家の人でもなんか違うんじゃないと思ったけど、そういうデータが出たんですよ。でそれをね、あの獣医会の心臓病の結構偉い先生が聞いて、本当かなっつって犬でデータ取ったんですね。同じなんですよ。そうなんです、ね、ちょっとぽっちゃりが長生きで、その次がめちゃくちゃ太ってて中肉中背痩せてる。心臓病だけの話ね。とかこれに関節疾患とかね出てくるから、めちゃくちゃ太ってるは確かに良くないんだけど、鳥でも心臓病あります。そうですよね、うん、でレントゲン取ったりすると心臓が大きいとか肝臓が大きいとかあります。だから、まあ、ちょっとぽっちゃりでいいと思いますから、これ以上はでも太ったからでカネリアシードばっかり食べると45だ50だってなる子がいるんですよね。そうならないようにしてほしいですけどね。だからあのちょっとぽっちゃり気にしなくていいですよ、はい、ただね、ここは腹壁ヘルニアって言いますね、はい、問題点ね、腹壁ヘルニアで、これになる原因ってね、要は腹圧が上がってるわけだから、お腹の中に何かあるっていう、例えば、まあ、嫌なことかもしれません、腫瘍があるとか、肝臓が腫れてるとか、なんか脳腫があるとか、それは肝臓でも腎臓でも出てきて、それが膨らんでいければ腹圧が上がってくるから、なんか腹圧があるものがある可能性があるということ。ただ確定診断はなかなか難しい。それからもう一個、最初にちょっと言った色が薄いってこと、貧血です。貧血がある子は赤血球の数が少ないわけだから、全身酸素を送る能力がちょっと弱いかなと思います。あと、くちばしとかってますよね、ね、結構で、これは 100% じゃないんだけど、くちばしとがってる子は肝機能低下がある確率が高い。これはね、でまずこの観察用をね、1週間以上つけてください、まあ、具合が悪かったらすぐ相談してください。でも調子良かったら1週間以上観察してて元気だったらレントゲン取れます。レントゲン取って、そうすると心臓の大きさとか肝臓の大きさとか体の中のことが分かるから、スカートこの腹壁ヘルニアも確実に分かるとは言いませんけどね。これもっと診断しようと思ったら、あのレントゲンプラスバリウム飲ませて、そう、でもバリウム飲むと入院しないとできないんですけども、だけど、まあ、とりあえずは単純撮影でこういう観察用があればその場でできる、観察用がない子はちょっと危ないからその場ではレントゲンは撮りませんけど、そういうことで一度、それが一つ。それからあと、今日はちょっといろいろ触ったからやりませんけど、鳥でね、モキシデクチンっていうお薬がありまして、月に1回薬つけるんですよ。首の後ろにことと垂らす、はい、そうすると寄生虫、お腹の中の寄生虫、体の中の寄生虫か体の表面にする寄生虫の予防になります。でこれはですね、4年前にイベルメクチンっていう薬がね、イベルメクチンっていう薬を発見した日本人の人がノーベル賞を取ったんですよ。でこれってもともと40年ぐらい前から獣医業界では使ってて、そう、体表の寄生虫とか消化管の寄生虫とかあるから、フィラリアって言って血管の寄生虫を予防する薬で結構有効なんですけど、で副作用も少ないと。で人でも使えるんじゃないって言って、20年ぐらい前から人で使い出した、人でも効くんですね。でこれがアフリカとか南米の
温故線だったかな、うんうん、いやね、武勇に刺されて 目が見えなくなっちゃう、武勇に刺されて微小線虫、ちっちゃい線虫が目について目が見えなくなっちゃう病気がすごい多いらしいんですね、うんうん、でそういう人たちにこのイベルメクチンを無償提供したら、まだ撲滅までは行ってないけどかなり数が減って、それでノーベル賞を取った、うんうん、先生の名前ちょっと忘れちゃいましたけど、それの進化した薬だから、これも観察用がついてたら1回1000円かかります、はいはい、だからここに来てる子は、まあ、100% つけてるとは言わないですけど、あのつけてる子が多いかなと思いますね。この辺がちょっと引っかかる、特にこれね、そうですね、ということですね。くちばしていつから尖ってます？なんかここ最近尖ってきた、エンドを食べなくなったんです。あ、それとエンドね、はい、それの話もちょっとだけ、カルシウム部分をやるためにボレー粉をあげますよね、はいはいはい、これが一番いいですわ、うん、であとは、イカの粉とかね、うんうんうん、それからミネラルブロックとかね、うん、あるんですけど、でエンドもそうですよね、はい、ここまでは進めてますけど、エンドはね、もう今は進めてません、うん、あ、食べない方がいいんですか、うん、なんでかっていうと、エンドって塩土ですよね、うん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 、この塩がね、その商品によって全然量が違うんですよ、すごい多いのもあるんですよ、だからちょっと心臓とか悪そうな子、どんどん進行しちゃいますよね、それとあと下に置いておくから汚れやすいでしょ、検便すると分かるんですけど、顕微鏡で見たら寄生虫じゃないや、細菌だらけ、あ、そうなんですね、そうで つくじゃないですか、でそれをかじればその縁にもなりやすい、ということね。で、お掃除もだから最低1日1回はやって観察しながら清潔にした方が、その応援とかの予防にもなるかなと。で、エンドはもうやめた方がいい。そうですね。じゃあ、と思いますね。で、ボレー粉、イカの粉ってのは平べったいやつ、ね。ありますね、はい。この辺がまあ、ワイドポピュラーかなと思いますが、まあ、ボレー粉を絶対入れていくべきですよね。で、特に卵もこの場合は、そういう時期はたっぷりボレー粉で、うん、やらないと、難々になったりね、しちゃいますんでね。ってなところです。じゃあ、まあとりあえずね、はい、あの観察してみて、はい、でもしよかったら一回観察表を持ってまた見してもらえるといいですね。わかりました。からあと温めてきてます？そうですね、あのもう俺に巻くぐらいしかできなくって、うん、あの100均でさ、うん、温度計買ってきてさ、あったかくして下に使い捨てカイロを引いて、でなんかフリースかなんかでくるんで、何度になってるかなって連れてきてください。じゃないとこの寒い時は爪切りで具合悪くなることはあり得る。